時川は埼玉県西部を流れる荒川水系の一級河川である。オッペ川の支流である。支流の月川とともに入間川流域では最も北側を流れる。埼玉県引群郡木川町、大野地区の高篠峠付近に源を発する。源流部には大正末期から昭和初期にかけて設置された石積みの砂防園堤が多数ある。源流周辺は みかんの産地として有名である。この上流域には、大野ダムの建設計画があったが、治水計画目の推しにより現在は中止されている。引き郡嵐山城で、秩父郡東秩父村を源流とする、月川を合わせるあたりは、京都の嵐山の風景によく似ていることから、武蔵嵐山と命名され、嵐山渓谷と呼ばれている。武蔵嵐山駅や嵐山町という自治体名の、 由来でもある。佐賀側の崖は、時川により解析された、し団球である。東松山市に入り、関越自動車道を越えたあたりから両側を高い、堤防で挟まれるようになる。河川域も、運動公園など都市近郊河川の様相を見せ、比企郡川島町長岳においてオッペ川に合流する。 河川延長は、元川であるオッペ川やその支流であるコマ川とは、大差なく、オッペ川の支流では、コマ川の 40.2km に次いで長い。また、流域面積1 6 1 4トルは、オッペ川の支流では最大である。名前の由来の一節であり、事工時があると、生山の南独を通る時川の語源については、清めることを意味する。 際から来ていると考えられている。2019年10月12日夜、接近した令和元年東日本台風の豪雨により、東松山集岸の堤防が決壊。左岸側では堤防からの腰水も生じ、付近一帯が水没した、上流より、奇祭になり橋。ありがとうございます。